帝国劇場で行われていたキスマイフット2ウィズジャニーズジュニアで発表されました。メンバーたちは当日のなんと会見15分前にジャニーさんから「ユーたち今日で CD デビューだよ」と言われて驚いたと話しています。このデビュー発表の日は中継者が帝国劇場に来ていたこともあり、ツイッターでは発表があると噂になっていたのだとか。 ABCGのデビュー発表は2011年12月9日でした。その日は初座長の公演 ABC ザ・スター劇場の制作発表が行われる予定になっており、同時に DVD でのデビューも発表されました。DVD デビューはジャニーズ初の出来事なので驚いた人も多かったと思います。 CD でのデビューではなかった理由が、パフォーマンスも一緒に見てもらえた方が自分たちの良さを分かってもらえるからだそうです。この提案にジャニーさんも快諾し、 DVD デビューという形になりました。ジャニーズ WEST、 ジャニーズ WEST のデビュー発表は2013年12月31日でした。大晦日に開催されたジャニーズカウントダウンライブ内でデビューが発表されたのですが、その時のメンバーは桐山さん、中野さん、重岡さん、小滝さんの4人でした。